先生あちらどうぞ。先生あちらどうぞ。今日は立ち回りがいがあるぞ。ここはじいさま、俺あると思ってなかったけどあったので。イエス、これなんだっけ。はあ、うお互い噛み合わなかったな。俺はね、朝9時からやるんだ、はあうっていうのをイメージしたんですけど、それだけじゃないから来ましたか。まあ、さあ、筋書きのないドラマですからね。我々のこの収録、今週も始まりました。ウイチとヒカルの面白いテレビということで、先週より立ち位置逆でお送りしております。はい、何か磁場が変わりましたか。ちょっと変わりました。こちらはどちら。ガオ君です。あ、ガオ君。ガオ君そういや来てないよね。横浜市鶴見区にございます。あ、でもさっきガオ君見てましたよ。嘘。ガオさんでございます。本当に本当にこの辺がはみ出てたんで。本当に。じい様を我々が打っておりやす。で、まあ立ち位置を朝から変えたことにより、はい、あとこれもね、これなんつうんだっけ、ブーツインつうんだっけ。ごめんなさい、ちょっと。あ、やめて、触んじゃねえよマジで。嫌なんです俺は肌を見せるのが。本当は顔とかすらもう見せたくないんだから。俺マイケル・ジャクソンみたいな感じだよ。もうマスクしてようかな、黒いマスクしようかなって感じだよ。バットマンみたいに。そんな面白い。そこまで面白くないですよね、全く。お、車来た。本当なら、うん、マイケル・ジャクソンみたいにして打ちたいってことなんでしょ。アオアオっつってね。そんなに隠したかったんだっていう。隠したい、うん、もう日傘でさ、ここに黒いので。そう、でもここも隠したんだよ。いや、ノリとか貼っておでこも隠して。さあ、というわけでございまして、私まだチャレンジラス中なんですよね。投資が17なんで、あと300枚ぐらい出れば日曜はチャラライン陽光さんに戻るんですけれども、あら最悪だ、最悪。いや、また切れば。ああ関係ない。揃っちゃった。ああ、ダメだ、帰れ帰れって言わなきゃダメじゃないよ。今ダメだって言ったら。あ、1ゲーム連、1次連だ。なんかないかな。さっき俺も1次連だって。大学50ゲームだって。え、さっき俺も1次連だって。何だったの。何もなかった。何もない。これ入ってほしい、これ入ってほしいって。そんなの常にそうだよね。ダメ。揃っていくのって俺初めて見たんだけど、気のせいかな。ババアでリプレイ揃ったじゃん。
あーもう当たるんだ。やっぱ当たってた。200超えたな。わ、当たりが近い。もうこんなとこにいる。やべえ、手が止まった。手が止まった。ほら見ろ。あ、遅れた。なんすか、遅れってあるんすか。今店でしょこれ。ほら、え、僕初めてですけど遅れ。大掛かりよ。装填に遅れあった。天獣、天獣、まず子役がものすげえいいっすよ。まあサンプルまだ300ゲームぐらいですけど、子役がものすごくいい。間違ったこと言ってた。なったら終わりって言ったけど、終わりじゃなかったです。なってまだ画面が続いてたら、まだまだ上乗せできたんですよ。で2回目があっという間になっちゃったから、それでもほら11ゲーム増えてるんだね。
そろ7揃えたいよね。そうです。ダメ。あ、ダメじゃない。復活した。復活。いいよ。やはりいけるんじゃないのかこれ。ゲームでビッグ3回引いてるからね。だいぶ頑張ったけどこれだけだもん。乗らないよやっぱり。どうしよう。やめるなら今なんすよ。やめるなら今なんすよ。絶対に。もう分かんなくなってきた。お、来た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 。よし、ほい。おー、来たー。シャキーン、シャキーン。セリフ初めてですよ。僕と筆声がやけに光るなということは当たりでしょうね。鬼がしますよ。嘘でしょ、嘘でしょ。鬼がしますよ。今度は向こう。よし、よし、泣いてる。懐かしいな。ここでいっちゃえ。アップ、よし。ケンシロウ、おい、なんてタイミングが悪い。ここで二重の塔が完成してしまったじゃないか。頑張れ頑張れ頑張れよ。これはこれは来てほしい。よかったよ。あ、来たー。これ何狙うんでしたっけ。普通にこれでいいんだっけ。
よし、来い。お願い、もう一個でもいいから、一個でもいいから来て。よし、よしよし、一個でもいい、一個でもいいよ、一個でもいい。ありがとう、ありがたい。見せ場作ったー。よっしゃ、これでびっくりボーナスを1回でも引ければ浮くぞ。これすごいですね、オールセブンなんてあるんすね。いや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 、嬉しい、わいわいわい。でもはしゃいじゃダメ。あー、リプ8引きましたよ。相当いるじゃん、相当いるじゃん。これ1ゲームでやられたらどうする？あー、ドキドキしたのにな。ないんだよね、あれなんだよ、あのリプ8のところなんだよね。あそこを叩き切ってこその真の気持ちよさが違うんだよね。あんのかな。 あったよね、さっき。ここでダメって言われたんだ。はい、アウト。ダメか。当たり前か、当たり前ですよね。あれ、無双転生って5回でしたっけ。プラス3回以上確定でしたっけ。プラス5回以上でしたっけね。まあまあ
どちらでもよろしい。青ばっかり。おー、来たー。これは揃ってほしい。よっしゃ。天井行ったの？違う。あ、泊まりの台に映ってる。プラス1、プラス1、プラス7、プラス5。プラス 7？ オール7が出た。オール7。そうだよ。ただでは死なないな、やっぱりな。やっぱ、俺はこれでやっつけるしかないのかな。揃った。お慰めギラチャンス。はい。はいはい。さすがに諦めよ。ああ出た。バーマウンテンのゴールドさんが。恐ろしく化けが出てるんだけど、ダメか。いや、これビッグが引けてないっていうことで打ってみるっていうのはどう？どうしたらいいんだよ俺は。合算128分の1。でしょう。よし、まだいる、まだいる。20連は多分行ったでしょう。来る。よし、20連確定でございます。天寿昇格でございます。天寿でございます。こっから2連は必ず来るから。あー、よかった。ギリギリ。あ、ビッグだろこれ。7が落ちないとね。やっダズラー。あぶね。チェリーチョウ。オーラ来た。チラッと来るよ、チラッと。3、2、1、チラッ。素晴らしいじゃねえか、おい。まあ、化けだけどね。ただし、単独の化けですから、やはり高設定。完全に間違いないね。よし。
けるのはやめよう、パンチで負けるのはやめよう、うわお、うわお、当たった、単独カエルだ、よかったよかったけどハマりすぎだな、やばい、よしよし、勝て勝て、あー終わった、32連まあ納得でございますが、2060ゲームでこの台一回もビッグ来てないんだよね。はい、さあというわけでございまして、今日は、横浜市は鶴見区、あ、びっくりしたガオー君マスコットキャラクターのガオー君ございますとともにエンディングトーク、はい、締めようかと思ったんですが、はい、どうもですね、僕はね巨大な動物が大木さんがこれ巨大な動物が苦手だということなんで、演技じゃないですよこれ、なかなか行かない、早くもう行って、早く行ってよ、もう早く、どう投資はどれぐらいだ、最終的に3万ガオ、あ、3万ガオ行った、なるほど、そっかそっか、まあどうしてなんか挙動不審なんですかもうね今回朝一から立ち位置をですね逆転させていただきまして、はい、だから最後まででこのブーツイン的な、はいはいはい、微妙なブーツインで立ち回った結果一撃、まあ正直子役がちょっとあれだったんで、まあまあまあラッキーパンチ、ラッキーパンチなんですけど、あと一つこれ全然引かなくていいですけど、さ実戦中にうちの母親から電話あって、ばあさんが死んだどすいやいやいやいいのいいの笑って、ばあさんね102歳なんですよ、大大王女、すっごいめでたい、そうだから天国に行ったばあさんがを勝たしてくれた、はい、次回からもうこの立ち位置でよかじゃないですか、当分全然いいですよ、私はちょっと僕いいと思うんでね、まあその辺ね俺何言ってるか分かんない、怖くってもう視界に入るからさ本気でさ、ああ本気で怖い、本気で怖いバシャバシャ撮ってる人がねいるんですよ、これどういうことですか、豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓男性の月とすっぽんぽん、第2金曜配信、サイトセブンカップ最新大会、第3金曜配信、ガリゾートわさびの川崎未公開シーン、メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう、リクエストもどしどしお寄せください、サイトセブン TV。